宝塚大学は、大阪府大阪市北区柴田一丁目13番16号に、本部を置く日本の私立大学である。1987年に設置された。大学の略称は、宝塚大。学校法人宝塚大学が運営を行っている。2010年に、現在の公明に解消する前は、宝塚造形芸術大学と称していた。 宝塚キャンパスは、宝塚市花屋敷筒子学級の山腹にあり、宝塚市立長尾大小学校が、正門から道路を渡ったところにある。宝塚キャンパスの学者は、主に、フランスで活躍した、建築家ル、コルビュジエの弟子であるアンドレ・ボージャンスキーのデザインで、マルチメディアタワーのインテリアは、ルーブル美術館のインテリアデザインを手掛けた、アラン・リシャールによるもの。 2021年4月に法人本部が宝塚キャンパスより移設された。東京新宿キャンパス、東京メディア芸術学部及び大学院が設置されている正規のキャンパス。春の造形展、秋の造形展と年に2回開催される。学内関係者のみの出展であり、大学側からの評価として、金賞、銀賞、銅賞、 学科賞などの各賞がある。金賞、銀賞、銅賞の受賞者には、表彰状だけでなく、メダルも贈呈される。宝塚キャンパスにて、毎年9月頃に開催。また、秋の造形展も同時に行われる。2009年度は、学外のアーティストも参加、出展できる、アートフェスとして開催。2010年度以降は、 東京新宿キャンパスで行われるものと同盟の放送祭になる。東京新宿キャンパスにて行われる大学祭。宝塚造形芸術大学と毎日新聞社が主催とする主に漫画とアニメーションの新人作品を募集。一般から参加できる。学部生及び大学院生の最終制作作品の展示、審査。各学科、コース。 研究家のそれぞれのグループに大学側から予算が与えられ、学生たちが自分たちで発表場所からテーマに至るまでを決定し発表する。よって、グループによって様々な場所、日時で展示は行われる。本学キャンパス以外で発表場所としてよく使われる。施設は大阪市立美術館など。学生おらず、閉鎖、三腹に描かれた白い水平線と呼ばれる。 キャンパスどうなる。2021年12月26日閲覧。宝塚大正28年度から造形芸術学部の募集停止。産経新聞。2015年5月18日閲覧。ありがとうございます。